佐川急便と北越急行は宅配便の荷物を乗客と同じ車両で運ぶ新たな事業を全国で初めて来年度から始める予定です。今日はそれを前に実際に荷物を運ぶ南魚沼市の六日町駅から上越市の浦河原駅までの46キロの区間で乗客を乗せずに試験運転を行いました。荷物は運転席から近い車椅子用のスペースの一部に高さ1メートル60センチほどの専用ケースを固定してその中に入れて盗難や荷崩れを防ぐ方法で運びます。今日はわざと急ブレーキを踏んだり速度を変えて列車を大きく揺らしたりしましたが固定したケースはほとんど動きませんでした。この事業は物流会社にとっては運転手不足が深刻する中トラックに代わる新たな運搬の手段として、一方鉄道会社にとっては乗客が減る中で新たな収益となることが期待されています。この地域非常に豪雪で、あっちもこっちも車両が止まってしまったという、そういう事例がございます。そういった場合においてもしっかりとした幹線の輸送ができるというところでは今非常に期待しているところでございます。通勤通学時間帯はかなりの お客様にご利用いただいているんですけども、それ以外になるとお客様が大変少ない時間帯があります。その時間帯に輸送力はかなりありますので、衝動の実験やりましたけども全く影響がなかったということで、とても今回のトライアルは安心しています。